はい、おはようございます。青木さくまです。ずらり5日目の朝を迎えました。今日はですね、本当は180キロぐらいの SS だったようだったんですけど、ちょっと後半の SS スペシャルステージがコースがちょっとひどい状態みたいなので、キャンセルになったようです。まあ従いまして、今日の SS は午前中前半の SS1 本のみと、120キロのみというふうな形になりました。昨日 のブリーフィングではですね、前半スタートしてすぐ 100m のところにもうスタックするくらいの、大きな沼地があるというふうなことがありました。あとは全体的には昨日のコースとほぼ変わらないようなところみたいです。昨日もですね、結果的には2番手のタイムで SS が終わったんですけども、まあ今日とあと明日気負わずに集中して最後までやっていきたいなと思ってます。まあもちろん昨日もですね、すごい深夜までメカニックたちがですね、マシンを修復してくれて完璧な状態にしてくれていますので、安心して、いけると思います。それではですね、今日も頑張っていきたいと思います。それではレッツゴー。はい、レグ5 SS5 がですね終わりました。今日の成績は3番手、ということになりました。1番手2番手の選手はですね、まあ総合順位でいうとかなり下の方だったので、
まあ、特に僕の後ろにいる選手たちは僕よりも下の方の位置で終わったということなので、さらにその後ろとの差を広げて明日の最終日に迎えるようになりました。現在なんと総合トップを走っている状態であります。ただ今回も実はすごくラッキーで、リアのハブがですね SS が終わった瞬間ちょっとおかしくなって、帰る時にですね本当に音がおかしくなって急遽修理をして、ホテルに着く時のターゲットタイムがあるんですけど、それのターゲットタイムペナルティに受ける2分前にホテルのタイムについて、なんとかそのペナルティを受けずにして、終わりました。本当になんかそういう部分では今回はついてるなというふうに思いますし、一番最初に初日に行ったピンクガネーシャであったりクオクンガネーシャ像のですねお祈りというか、それが効いたのかなって思います。ガネーシャ像になんかやっぱパワーをもらってお祈りをしてですねやらさせてもらって、もう本当に神がかっているなというところが今回ありました。まあなんでかというと、最初は160キロの今日は SS だったんですけども、それが前日になって120キロにショートになって、でなおかつスタート前に100キロにまた短くなったっていうことが、今回そのリアのハブが取れてしまう寸前のところだったので、もし120キロの SS だったらもうゾッとする出来事だったのかなと。ただでもそういう部分でも何かに守られていたというところがあったのかなと思います。本当にですね今も明日の最後の最終 SS に向けて、まあ、しっかりとメカニックがですね最終の仕上げをやっていただいているということなんで、まあ、もちろん今日その途中でですねサービスをした4さんそして T さん2人のですねやはりその連携があったからこそ今も続けてですねペナルティなしで、こうやって続けられているっていうのも、このラリーの本当に一致団結じゃなきゃ絶対に上に行けない、そういった秘訣なのかなというふうに思いました。明日もですね本当に最終日になります。最後までやっていきたいと思いますので、ぜひ応援をよろしくお願いします。頑張っていきます。